ちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーカーを始めていきましょう。今回は9位浅草サンダーボルト。前回2位だったっけなエルダード欧州はしっかり勝つことができましたね。これで10位2位浮上、筑波ダガマとは2点差、まだ優勝のチャンスありますよ。全22節なんであと6試合ですね、公式戦。健康に気をつけながらやってます。ホワイト企業ということで、しっかりここも勝っていきましょう。メンバーこれでいいやとちょっと思った。まあまあ強くなりましたよね。ナイスは抜けがない限り。さあ相手側ですが、浅草第一スタジアム、みんなよおおすごいな。キーパーも飛ぶしボールを飛ぶ。気にならないチャンスなんですけどね。そのチャンスはなくなりました。これはダメでしょう。さあ緑決められない。嫌な予感が漂います。ついて決めてほしかったですよね。今のは1対1だったので、君に焦りを感じられるのはちょっと嫌なので。オフサイド、ここでオフサイドか。ディフェンスライン前に上がってたんですね。一番のゲームにオフサイド多分なかったんですよ。ノンウェイする。いいですよ、いいセンタリングだ。これは足りないね。ボールを確保することが大事だが、相手にボールを取られてるのが気になります。キュープという強いチームだから危ない。ファウルですね。危ないね、これ。さあ、ちょっと出てきました。こちらボールを揃うんです。ちょっと押されてる気はしますね。序盤でチャンス逃してきたこともある。くるみ、決めろ。どうした。なかなかチャンスを得られません。シュートが入らない。もう前半はほとんど時間がない。ラストチャンスでしょう。前半終了。中盤の使いは結構止まってるな。まず左右にはクラリス。もう疲れてんのか。さあここに左免疫は疲れてますね。早めに手当てしてあげた方がいいか。大奮闘です。2号に変えます。ディフェンスが本当に大事なんですよね、このゲーム。だからそこを重点に育てていくことがすごい重要。運動量が多いです。危ない。選手権奪われた。やられてしまいました。本当におかしいな。サンダーボルト、本当にキックの精度が、負ける時のパターンですよね、これ。先制点を取ることが有利なスポーツ。こういうとこも危ないですよね。まあなんとか同点には追いついてほしい。緑、決めた。同点。ここからのムードを一気に変えたい。喜んでます。今のもちょっと危なかったですよね。こういうとこスパイすごすぎる。これも間違ってたら点入ってました。少ないチャンスでしょうが生かしたい。ちょっと節子疲れてきている。その節子がセンタリング、守備が硬い。とにかく相手の入った勝ち越し。その守備陣をかいくぐって緑がヘディングでリードを奪いました。まどかのセンタリング、緑の高さ、ゴール枠いっぱいに入りました。緑、追加点。荒いな。先をつけないと。ボールをキープすることを中心に考えて、できればもう1点取りに行きたいが時間がもうほとんどない。ない。反省点、勝ったはいいものの反省点が多く残る試合になりました。チャンスを序盤結構掴んだんですけどね。これも1対1でチャンスだったんだがミスってしまった。そして後半4分、そういうように先制されてしまいます。ヘディング、はい。その後焦りが出ているのか全然シュートが入らない。巻き返しが見られた。後半17分でした。この緑のボディ、美人が前に出たの助かった。そしてこれですね、勝ち越し点、勝負を決めたヘディング、高さがありました。マドカのセンタリングから緑、守備陣をかいくぐって決めてくれました。これが勝負点になりました。もうチャンスだったんですが、ここシュートが荒い。最後緑がかかろうとしたんですが、まあセンタリングやった方がいいですよね。ボール支配率はクランカリバーズの方が上、シュート数も数円なんだが、勝ったはいいものの課題に残る試合かな。さあ2位のままですね、筑波長野を勝っております。リマス大阪と並んで2位ですね。順位変わってないですね、今節は。1周明けて瞑想で那覇ですね。疲れはどうだ、選手は誰もいません。これくらいがいたか。みんな乗ってますよね。お、S に上がった。もう一人ぐらいで行こうか。どうやったかな。決起集会。3番ステップ。これで訓練終了です。ということで、一周進めて、瞑想で那覇ですね。次は、どんな相手なんでしょうか。あー、フラスコが強いチームだ。フラスコはディフェンダーです。ただ前に上がって攻撃することも考えるかもな。一方攻撃陣はそんなに強くないですね。真野が怪我してしまいました。ゴールキーパー宮原どうかな。宮原桐原はそれほどいいチームではない。すでにフラスコのディフェンダー力です。ここをうまく買い切れば勝つことも夢じゃないと思います。まあチャンスではありますね。そうね、那覇しっかり勝っていきたいところです。ということで応援よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。カルチョビットアワー300本以上の動画があります。それを収めたプレイリスト用意しております。この動画の説明欄にアドレスを記載しています。ぜひご覧ください。プレイリストはですね、ブックマークもできますので、ぜひお願いします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画連行でした。